最小国家主義とは、自由な社会における政府の規模、役割、影響力を、すべての個人の自由を犯すことなしに、その自由を守るのに、十分な程度に、小さくすべきであるとする考え方である。最小限、最低限を意味する、窃盗時、ミニュマルと、支配や権力を意味する、老解と、思想や主義を表す、ニオタシグマミューから構成される、最小政府主義ともいう、 これを信奉する者をミナキストと呼ぶ。多くの最小国家主義者は自身を伝統的自由論者の一派であると考えており、最小国家主義が古典的自由主義哲学の流れを組んでいるとしている。この後は個人の自由を保護する国家は可能であるとするリバタリアンとどんな国家も生来的に個人の自由の侵害であると信じている。 アナキストを区別するのによく使われる。最小国家主義者は少なくとも他国の軍隊の侵略から自由を保護するために政府が必要であるとしている。この語は1970年頃にアナキストのサミュエル・エドワード・コンキン3によって批判的に用いられた。最小国家主義者は個人の自由の最大化こそが何を政府の領域とすべきか。 またはすべきでないかを決定するにあたっての原則であるとしているが、どのようにこれを果たすかについては彼らの中でも意見の相違がある。リデル、ヘンリー・ジョージ、スコット・ロバート・エグリーク。 イングリッシュレキ<ッ>シコン ISBN 零一九九一零二零五八 HTTP: www. perseus. tough. edu/ cgi-bin/ pte. x t ドックイコールペルセウスパーセント三アテキストパーセント三 a 千九百九十九点零四零零五七パーセント三アントリー。 パーセント 3D 231万5894ありがとうございます。